女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第169回三田村千春ですこの番組ではシンガーソングライターの女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう ということで今日は、えー、宇宙まおちゃんお休みで私三田村千春一人会となっております。ま、え、お、ー、ちゃんはねアルバムリリースして、えー、いろんなところ各地でライブをしたり、えー、プロモーションしたりとかしている期間ということでね飛び回っておりますけれども私もですね今だいぶバタバタしておりましてというのも、えー、たくさんお知らせねしてさせていただいてますけど、えー、来月10月に 10周年記念のワンマンライブ2から始めるが控えています。いよいよ迫ってきて、まあ、岐阜とね、東京の2カ所でやるんですけど、岐阜はあと2週間ぐらいとなってきてますね。で、東京公演ももう、えー、3週間ぐらいで、本番ということでね、もういろんな準備をしています。もちろん演奏 より良い演奏するための準備練習だったりとかいろいろ考えたりっていうことももちろんなんですけど、えー、今ね YouTube で動画をたくさんアップしてまして、まあ、あの過去のライブの映像だったりとかあとは10年を振り返る動画っていうのを撮ってて1年ずつこの10年を1年ずつその当時の、えー、写真を見ながら振り返ってしゃべるっていうのをねやってるんですけどその 撮影編集とかをねとにかく頑張ってやっているっていう感じなんですねできるだけ早くそれをやってあのライブの直前はねできるだけその演奏に集中したいなと思っているので頑張ってやってるんですけどやっぱり映像の編集ねなかなか慣れないっていうこともありなんかそんなにね難しいことはやってないんですけどやっぱり。 大変だなと思ってなのでこう例えばね毎日アップしてる YouTuber の方とかいるじゃないですかすごいなと思いますよね。やっぱ映像の編集はねね大変です、ね、うーんなのであのそういう方々に改めて尊敬しつつでもね私も映像の編集ソフトの使い方とかだいぶ慣れてきて、うん、ちょっとずつこう。 やっぱりこう必要に迫られないと日々人って進化しないなって思いますね。ここ何年も動画の編集をねできるようになりたいなって思っていたもののやっぱりここまで必要に迫られることがなかったのでなかなかこう手を出せずにいたんですけどこうやってね機会があると人は成長するということで、まあ、特に私はねピンチの時に あの伸びを発揮するっていうタイプなのでやっぱり窮地に追い込まれるっていうことも時には大事だなぁなんて思いながら日々カカカカチ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 パソコンやっております、はいまあね私のライブまだ一度も来たことがないというこの野放しリスナーの方もたくさんいらっしゃると思いますのでだ、まあ、騙されたと思って一度ライブに足を運んでいただけたらなと思いますよろししくお願いします。 まあそんな中こうやっぱり忙しくてまあ映画館にね映画を見に行くっていうのもなかなかこう気が重いというか <laughs> 気が重いっていうのは違うんだけどなんかあ時間がない時間がないって思う中で映画館にはね足を運ぶってことなかなか気持ち的なハードルが高くてですねだからこれ野放しやってなかったら絶対もうこの何ヶ月か 映画館に行ったりとかしないだろううなと思うんですよねだからそれもねやっぱり人は必要に迫られることによって普段できないこともできるやるっていうねことをこうそれでも思うんですけどで今回もねこう「ダンサーインパリスを」を、まあ、自分で選んだとはいえ「わあ時間ないな」と思いながらなんとか時間を作って見に んですけどやっぱりすごいなと思うのはすごくいい,やっぱりい,い映画でなんかこうアーティストとしてもすごく共感できる部分が今回の映画たくさんあってなんかねやっぱ見る見に行く前まではあのちょっと迷ったりするんですけどやっぱ見に行くとなんかこの今の時期に 見れてよかったなすごく私にとって意味があったんじゃないかなんていうふうにも思ったりしましたこのダンサーインパリスねなので今日一人喋りちょっとね頑張って喋っていこうと思いますのでどうか最後まで聞いてくださいよろしくお願いします。そそうそうああののー、作品にに行く前でですね、あのー、先週ですねね先週宇宙ちゃんが なんと TBS ラジオ「アフター・シックス・ジャンクション」に出演してね「ライブダイレクト」というコーナーに出演し,したということでいやー嬉しかったなんか私は関係ないのに私も嬉しかったです、ね、もうずっとあのタマフル時代から私も聞いてますし真央ちゃんもヘビーリスナーですし、ね、その歌丸さんにの真似をしてあのこの、ね、女二人映画の話を始めた。 ようなものなので本当に嬉しかったですね聴いててあのラ,イブライブ音源もとっても良かったですね真央ちゃんの声がやっぱり心地よくてであの放送の中でも言わ,言われてましたけれどもこの少し秋めいたきたこの季節に本当にぴったりだなというライブでしたうんなんかそういうね真央ちゃんのこう楽曲とかこう に対して歌丸さんとか、えー、山本アナウンサーとかがコメントしてるっていうことにすごくなんか感激しちゃって本当に嬉しい、えー、時間を過ごしました。ということでその番組を聞いてこの野放しにたどり着いてくださっている方も、まあ、もしかしたら一人か二人はいてくださるんじゃないかというふうに期待してですね。まあ期待 して聞いてくださってる割には今日真央ちゃんお休みというねなんとも残念なことではあるんですけど、まあ、私三田村千春も、えー、タ玉フるリスナーアトロックリスナーとして今日もその魂を胸に喋っていきたいと思いますのでお付き合いよろしくお願いします。女二人映画の話 毎週一つの作品を取り上げて語っていきます今週の作品はセドリック・クラピッシュ監督ダンサー・インパリス女が2人集 木木曜曜日今日日今も平和な木曜日スパニッシュ・アパートメントのセドリック・クラピッシュ監督が挫折した若き女性ダンサーの第二の人生を描いたヒューマンドラマ「パリ・オペラ・ザ・バレエ団」でエトワールを目指すエリーズは 夢の実現を目前にしたある日恋人の裏切りを目撃して心が乱れ足首を負傷してしまう医師から踊れなくなる可能性を告げられた彼女は失意の中で新しい生き方を模索し始めるそんな折料理のアシスタント係の仕事でブル,ブルターニュを訪れた彼女は世間から注目を集めるダンス,ダンスカンパニーと出会い独創的なコン,ポコンテンポラリーダンスが生み出される瞬間を目の当たりにする 誘われて練習に参加した彼女は未知なるダンスを踊る喜びと新たな自分を見出していくパリ・オペラ座のバレエダンサーとして活躍するマリオン・バルボーが映画初主演を務めコンテンポラリーダンス界の奇才ホフェッシュ・シェクターが本人役で出演2022年フランス・ベルギーが作ということでこのダンサーイン・パリス見てきましたいやーオープニングでも言ったんですけど本当に 好きな映画でしたね、うん、私はねあの昔からあのダンスを見るのが好きなんですよ、まあ、私自身もねちっちゃい頃小学生の時にちょっとあのストリートダンスを習ってた時期がちょっとだけあるはあるんですけどでも今はもう全然踊れないし踊らないんですけどやっぱ上手な方のダンスを見るのほんと好きであのインスタとか YouTube とかも見るんですけど。 もうそんな私からしたら本当に素敵な映画だったしまあ私はミュージシャンですけどこうミュージシャンというねこの足元のグラグラした仕事をしているという立場からもとってもなんかいい映画を見たなっていう感じがします。ということでまずはじゃあこの映画の感想メールいただいてますので読んでいきたいと思います。 のばなしネネーーームシネマヒーロー名曲さんいいつもありがとうございます、えー、三田村さんそして今週お休みの真央さんこんばんはまずは三田村さんメジャーデビューから10周年おめでとうございます子育ても大変だと思いますがこれからも楽曲制作とライブ楽しみにしていますありがとうございますそうなんですそうそうそうオープニングで <laughs> 言うの忘れましたけれども9月25日がちょうど、えー、メジャーデビューからちょうど10周年の日でしてはい あのいろんな方にねおめでとうと言っていただけてとっても幸せですありがとうございますこれからも頑張りますということでメールの続きさて今回の課題作ですがすがすがしく癒される作品でした人生をかけようとしていたことに対して絶望的な状況に陥ったにもかかわらず多少の戸惑いはありつつある意味自身を俯瞰したかのような自然体の振る舞いは私には真似できないなぁと感じました 鑑賞前にパンフレットを読んだ段階では主人公エリーズの父親はもっと頑固なのかなと思っていましたが茶目っ気もあり理学療法士のヤンもいい味を出していてよかったですということでありがとうございます、うん、いやめっちゃわかりますねほんとね清々しいんですよであの、まあ、予告編を見てもあらすじを読んでもわかるように、まあ、ダンサーの挫折 そして「第二の人生」っていうテーマの話にもかかわらずなんか悲壮感っていうのが全くなくてなんかそこにもすごく惹かれましたね、うん。なんかそれもなんか一重にこの主演をされた、えっと、マリオン・バルボーさんマリオン・バルボーさんのなんかなんだろうなあの表情としてはなんかこうミステリアスというか何。 を考えているかなかなか表情では読み取れない感じの演技だからこその爽やかさなのかなと思うんですけれども、うん、とってもすがすがしい映画というのは分かりましたあと癒されるっっててうのもね分かります,かりますって感じでしたねあとはそうあのこの映画結構ユーモアもね溢れていてこのお父さんエリーズ のお父さんだとかあとかあ理学療法士のヤンやっぱこの、まあ、特にヤンですけれども本当にユーモアにあふれていて笑えるたところもすごくたくさんあるあったっていうのがすごく良かったですねうんなんか意外にもすごく笑えたっていうところが良かったですはいメールありがとうございます 女二人の推しポイントこの映画の推しポイントをプレゼンしていこうというコーナーですえーっとそれでは行きたいと思います三田村千春的推しポイントその1ダンスシーンの見応えがすごいいやあのさっきも言った通りやっぱダンスの上手な方のダンスを見るのが好きなんですで、でも多分私そういう私じゃなくても誰が見ても あーすごいなって思えるダンスシーンだと思います。でこの映画は俳優さんがダンスをしてるとか俳優さんが演じてあとはそのダンサーの人がスタントをして、えー、作ってるっていう映画ではなくダンサーが演技をしてるんですねだから主演のねあのマリオンさんも演,演技初挑戦ということですしまあそういう。 普段ダンサーとして大活躍されてる方が映画に出てるっていうのでもうダンスの見応えが本当にすすごいんですで,でしかもこの監督、えー、とセドリック・クラピッシュ監督はもともとその、えー、とダンスを見るのがいろんなジャンルのダンスを見るのが好きだしそのダンスの映像作品をたくさん撮ったりとかしてる。 例えばそのバレエオペラ座のねバレエの,あの演目をこう撮影したりとかそういう仕事もずっとしてきたっていう方なのでやっぱりダンスへの理解がすごくあるしダンスはどういう風に撮るとよりかっこよく撮れるかとかダンサー目線ダンサー目線というかダンサーのこともよくこう理解してる監督だからこそ撮れる ダンスシーンの数々だったんじゃないかなと思います。中でもやっぱりそのえっと冒頭と一番最後どちらもこう。ダンス長尺の本番のシーンがあの使われていて。そこはやっぱり本当にこう。自分も劇場に行ってダンスの公演を見ているような。気持ちになります。劇場に行って座席。えっと観客席から見ている。 よりも迫力があるなと思ったのはやっぱりダンあの映画はダンサーの近くに行って撮影したりとか本当にもうすぐ横で撮影してたりとか、えー、とあと息遣いもね使ってたりとかするのであのそこもすごく迫力がすぐ隣で踊っているような迫力がありましたあとは筋肉の動きだったりとかもねそこまで見えるぐらい近くで撮ってるんですよね やっぱり本本物ののダンサーさんん体って本当に美しいんですよねバレエとかってやっぱりすごく美しい遠くから見るとただただ軽くて美しいって感じじゃないですかでもやっぱりそんだけ近くで見ると筋肉のこう動きとかなんか張りとか体のしなやかさがなんかえげ,えげつないだとかすごく過酷な動きを 実はしてるんだなとかそういうことまで本当に見えるのであのやっぱそのダンンスシーンの見応えはすすごかったですねあと本番だけじゃなくて間の間での,その練習シーンリハーサルシーンっていうのもとっても見応えが迫力があってコンテンポラリーダンスの,その舞台を作っていく、まあ、振り付けをして練習していって。 本番に向けてててて作っっっいいくっていうのはドキュメンタリーでで撮ってたりとかすするんですよねもうその手法もなんかすごいいいなと思ったんですけどどんなふうにダンスの方たちがリハーサルを進めていくかそして演出家の人がどんなふうな言葉を使ってリハーサルをしていくのかそのダンサーさんたちにこうイメージを伝えていくのかっていうのもそこはもう本当にドキュメンタリー でで見れるのでその感じもね本当に自分もその、えっと、合宿所のスタッフの一人になったような気持ちでそこは見れるっていうのもとっても良かったですねだからやっぱりこうダンサーの方が実際、えー、そこに出てる、まあ、本人役としてあの演出家の方も出てますけれどもそのやっぱり説得力っていうのは違うなと。 思いましたこのダンスシーンだけでも本当に見に行く価値があるなと思いましたそれでは二つ目いきたいと思います三田村千春的推しポイントその二コミュニティの狭さがめっちゃリアリティありましたこれねまあ何ですかいきなりすごくニッチなというか狭い、えー、話になるんですけどなんかやっぱりその監督が、まあ、ダンスにすごく造形が深かったり 多分いろたくさんそのダンスダンサーの仲間たちも多いっていうのでやっぱりそこのことをすごく熟知してるっていうことが大きいと思うんですけどなんかそういう特殊な人たちのコミュニティの狭さっていうのがあってやっぱりエリーズはちっちゃい頃からバレエをやってきてもうバレエ漬けの人生を送ってきたと思うんですね。 で今は、えー、とパリオペラ座のバレ,バレエダンサーとしてもう華々しく活躍してるじゃないですかなのでずっとバレエ漬けだとやっぱりすべての人たちがもうダンス関連の人になっていくわけですよ。なのでその、えー、と怪我して挫折して、えー、とこれからどうするかってなった時に相談する相手っていうのもやっぱり元バレリーナの。 友達だし、えー、そこのつながりでこうバイトをね探して働いたりとかするんですけどその中でもやっぱり仲良くなる人はあのダンサーの子たちだったりとかするしさらにその恋人付き合う人とかっていうのも同じダンサーだったりするわけじゃないですか。なのでそういうねやっぱ狭いコミュニティの中でこう。 いろんなことが行われるっていうところがすごくリアリティがあるなと思いましたなんか例えば街で偶然出会った人とすごい仲良くなってその後の人生が変わるみたいななんかそういう話にしてもいいわけじゃないですかこういう話ってだけど全然違うんですよね実際ってこの映画みたいにやっぱりその ね、一つのことをこうずっと極めて育ってきて生活してきたエリーズはやっぱりその中でのコミュニティで生きているしこれからもそこから派生した、まあ、広がりっていうのはあるけれどもそういう,こうコミュニティの狭さがすごくわ、うん、かるなと思いました。なんかミュージシャンもそうなんですよね やっっぱりずっとそれで生きてきてたからなんか自然とこうやっぱり学生時代の,あの音楽と関係ない友達っていうのもまあいるけどやっぱりそのミスの付き合いっていうのはあの音楽を通して出会った人だったりするし何かあった時に相談するのっていうのもまあ家族は別として家族かその同じ業界でやってきた。 人たちっっってていいう風にやっぱりななくんですよねなんかそういうのがねめっちゃリアリティがありましたあとすごいこのあるあるっていうところで言うとあのまあそのエリーズが、えー、バレエが踊れなくなっていろんなアーティスト、まあ、ミュージシャンとかもそうだし,そうだしダンスとか、まあ、そういう表現する人が、まあ、合宿をする合宿所でバイトをするんですけど その中で、まあ、そういう練習以外の時間にそ,のそこでダンスをしに合宿しに来ている人たちと談笑したりしてるんですよねソファーに座ってそう。そんで話してるうちにそのいろんなダンスの話になり、うん、ちょっとバレエの良さ見してみろよみたいな話になってその場にいたね元バレリーナたちとこう iPhone で曲を流しつつ踊るんですよバレエを。 そのなんかノリとかめっちゃわかるなと思ってなんかミュージシャンでもあったりすると思うんですよねなんかあのー、スタジオとかで休憩中とかで話してて急にちょっとセッションが始まるみたいなとかあと大学生の時のこうサークルバンドサークルだったんですけどサークルの合宿中とかにこう夜みんなでお酒飲みながら話してて。 なんかある一人がギター持ってきて弾き出したらなんかその場で大合唱が始まるみたいな <laughs> まあちょっとねこう何て言うの青春かぶれしてる感じっちゃしてるんだけど、まあ、描写としてもそういうちょっと青い感じはするっちゃするんだけどなんかそのこうロビーで話しながらいつの間にかこう一緒に踊り始めるみたいなところもがすごいなんかニヤニヤしちゃいました。しかかもそのクオリティがめっちゃゃ高いいわけじゃないですか もう実際バレリーナだからなん,かなんとなく普段着であのトレーナーにみたいな服を着てその辺のロビーで踊るんだけどそのクオリティがすごい高いっていうのもなんかかっっこいいいて思いましたね、まあ、そういうなんかダンサーあるあるとかこうアーティストあるあるみたいなところもすごいなんかたくさんあって面白かったです。 女二人映画の話、えー、いつもは女二人で宇宙マ央ちゃんと二人で話してる時は、えー、このねコーナー部分っていうのは二人で何かこう意見を交わしたりとか結論を一個二人で出したりとかなんかそういうコーナーをやってるんですけれどもまあ一人の時はあのー、議論する相手もいないということで。 引き続きちょっとこの映画の感想をつらつらと話していこうと思うんですけどねうーんまああのネタバレになっちゃうかなと思うので詳しくは裏の方で話しますけどあの冒頭から私はすごいね引き込まれたポイントっていうのが1個あってその映画見に行く時に、まあ、軽く。 あらすじを読んだりとか、まあ、私もやっぱり予告編をね他の映画を見に行った時に見てその予告を見てあなんかいい面白そうだなと思って選んだわけですけど予告を見たりあらすじを読んだりするわけじゃないですかして見に行くじゃないですかでねその予告編をあんまり見るとなんかネタバレになっちゃってなんか楽しみが半減するからあんまり見ないとかあらすじもあんま読まないみたいな人もいるじゃないですかまあ多分 マ央ちゃんとかも普段そういうタイプだと思うんですけどなんかねこの映画の始まり方ってなんかそういう人たちの思いをいい意味でめっちゃ裏切る始まり方だったんですよね怪我をどこでするかっていうタイミングのところがすごい私は良かったなと思います、まあ、詳しくは裏で話しますけどね怪我をしてバレエができなくなるっていう ところをまず最初見せるっていうのは分かって見てるっていうことを逆手に取った運びだったのでそこはすごい良かったです。であとその最初のやっぱりバレエシーンでいうとそのバレエのね演目、えっと「ラ・バヤデールっていう実際にある演目があの15分ぐらい上演されながら、まあ、その同時進行で舞台裏で のシーンとかも写ってるんんですよなんかそれもすごくね新しいのはいいののなと思ったんですよねその主人公があのー、そのそ恋人のね浮気シーンを目撃するのも本番中だしその様子もこう舞台袖であのー、見ちゃうっていうところもドキュメンタリーっぽくその舞台は進行しつつそれを見ちゃうっていうところも映ってたりとかあと一回エリーズが舞台に 出てで一回引っ込んででその間の時間で、まあ、着替えをしたりお化粧をし直したりとかっていうのも映ってるしあと良かったのはこう劇場の屋上に行って衣装のままパーカーを羽織って屋上でタバコを吸ってるっていうシーンがねすごい良かったです。なんかこうやっぱりバレエってこう様式美だったりとか美しいとか夢の。 中みたいいっていうね実際この映画の中であのそういうセリフもありましたけど夢の中みたいな非現実的なものじゃないですか。っていう舞台のこう実際進行,進行中に、ね、出てる出演者ダンサーがあの空き時間にタバコ吸ってるっていうその感じもねすごいねよかったですねその対比が、うん。まあそうだよなってだって人間だもん同じっていうね。 なんか我々とかもミュージシャンとかもなんかね出番の合間に楽屋でお弁当を食べたりとかファミチキ食べたりとか、まあ、トイレに行ったりとか、まあ、そういうなんかこう人間味みたいなものがね、まあ、特にバレエだとそこのこう対比が際立つなと思ってすごく好きなシーンでしたね。あと好きなのは、まあ、やっぱりさっきも言いましたけどヤンあの理学療法士の。 方あの人は良かったですねあの間抜けな感じあのしばらくねこう会えてなくてで久々にこっちも旅行,旅行かなんか行ってて戻ってきたよって言ってエリーズに電話をかけてまあねヤンはエリーズのことが好きなんですけど電話をかけてこうウキウキしながら会おうよみたいな感じで電話をかけてでもエリーズはその合宿所に こう田舎の方に行ってるのであのあ今そこに行ってるんだよって言ってじゃあ僕会いに行くよってめっちゃ楽しそうに言ってでもエディーズはちょっとそれに戸惑ってえ来るのみたいな感じのやり取りをしてるところも良かったですね。やんの方はめっちゃもうウキウキでバランスボールに乗ったりしながらこう跳ねながら話してるんですけど。 エリーズとのテンションのギャップもねあ,のあったりとかあすかは本当にまに、あ、ヤンを応援したい気持ちとちょっと笑っちゃうところとうんありましたその後のねやっぱり告白シーンのヤンのああのまあ、だいぶ大げさにも見えるあの笑っちゃうようなシーンっていうのもねだいぶ良かったですねうんあとは家族 の描写で言うとうん、まあ、お父さんがエリーズのお父さんがその弁護士っていう敏腕の弁護士っていうね設定で,で、まあ、パンフレットに書いてあってあ,あ確かになと思ったのはそのダンスっていうのは究極の身体表現で何て言うか言葉の代わりに体で表現するじゃないですかメッセージだったり言いたいことだったり。 ででもその、まあ、対局にあるわけですよね弁護士っていうのは言葉を巧みに使って、あのー、表現していくっていうそのなんか真逆にあ,あってでまあダンスをするということに対してそんなにこう法律をお前も学べばよかったんだってお父さんは言ったりとかしてまあ心配するが娘を心配するがゆえにあのー なんて言うんですかねそういうことを言ったりもするんだけどでもこのお父さんその心から反対はしてないっていうのはなんかすごくあったかくてその塩梅もなんか良かったなと思いますね。やっぱそのなんだかんだ言いながら本番はちゃんと見に来てくれるしそのね最後のこうお父さんの涙 してるシーンっていうのはやっぱり私も一緒に泣いてましたね。こうお母さんの気持ちとかもこう乗っかってくるしお父さんもお父さんもエリーズの努力分かってるしここまで2人でっていうか家族みんなでやってきたっていうこともあるしっていうのでねもらい泣きでした。はい、っていう感じで本当にそのダンス を撮るとということにめちゃくちゃ長けた監督が、まあ、撮った映画ということでそのダンスの見応えだとかそのドキュメンタリー性ですねそのリハーサルから、えー、と演目が作られていく過程をあのドキュメ反,反ドキュメンタリーみたいな感じで撮るっていうのも良かったしでと並行してやっぱり進んでいく物語っていうのはすごく そこにも深みがあってなんかその二つがこうちゃんと共存しているところがとっても、うん、素敵だなと思いました、まあ、ただそのストーリー自体は、まあ、よくある話ではあるんですよねそのバレエダンサーが怪我で踊れなくなってその第二の人生その先どう生きていくかっていうテーマ自体はまあ まあ、ダンサーだけじゃなくてもスポーツ選手だったりとか、まあ、そういうね体を特に使う仕事ってそういうもんだからなんかそういうテーマで作られてる映画って多分あのたくさんあると思うんですよねおそらく。なのでそのストーリー自体はそんなに目新しさはないしまあ主人公のエリーズは。 あの怪我をして、まあ、一旦は踊れなくなるんだけどでもでも踊れてるからあのほぼほぼほぼ踊れるように完治まあこれメタバレですけど <laughs> あの壊滅的なこう故障っていうわけじゃないんですよ、まあバ。バレエを完璧に踊るのはちょっともしかしたら難しいのかもしれないが全く体が使えなくなるとかではないので、まあ、そういう。 結局こう踊ることにこう帰っていくっていうところはなんかそれは第二の人生なのかっていう見方もあるとは思う思います。うん、でもなんかまあそういうことよりもやっぱりそのダンスの見応えがなんか全てこうかっさらってやっぱり良かったってなるしその人物の深みみたいなところはやっぱり家族の描写もそうだしその。 えっと、その合宿所バイトニック合宿所のオーナーのねあのおばさんもねとってもなんかいい言葉をくれるしあの友達サブリナっていうねその、えっと、合宿所に一緒に連れてってくれる子だったりとか、まあ、そうやってこう周りにもこうダンスを諦めた友達もこう周りにいたりとかして、まあ、人物の,あの深みとか えー、話の奥行きみたいなところも一定程度かんあの感じられると思う作品なのでうんなんか私はとても好きでした、うん、なので是非、あのー、見てほしいなと思います。見てみてみください 女二人映画の話はいエンディングです今日も一人で喋ってきましたいやこの映画本当になんか定期的に見たいなと思いましたねやっぱ冒頭 のダンスシーンダンダスの本番シーンがその、ね、屋上でタバコ吸うっていうところも含めて本当に好きだったし、あのー、本番前に客席の様子を見るっていう描写もめっちゃあ分かる私も同じことするって思いました、あのー、バレエだとね幕の間からこう破れた幕からこう客席の様子を見てこう家族がどこにいるかなとかあの人来てるかなとか 入りりはどんんなな感じかなとかと見,見たりするんですよねであのコンテンポラリーダンスの本番の時も舞台袖から主人公はこう様子を伺うわけですよ。ああ私もやると思ってあのそういうところもね本当にこうダンサーに近いところにいるこの監督だからこその描写っていうのがすごくたくさんあったなと思いました。はいえっと、ネタバレありのね感想は 裏でも話していきますのでぜひ裏も聞いてみてください。ということで次回の作品です、えー。次回10月5日に扱う作品はカルロタ・ペレダ監督ピギーこれはねまおちゃんと2人で喋、えー、りたいと思いますスペインのホラー映画だったと思いますが、うん、どんな映画なんでしょうかそして、えー、と再来週なんですけど再来週10月12日は えっとマオちゃん一人会となります。えっ、ー、とどんな作品を扱うのかちょっとまだえっ、ー、と連絡が取れてないのでえっ、ー、とわかり次第来週かな教えてもらおうと思います。この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし、過去かの過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には2人の話ステッカーをお送りします。住所と本名も忘れずに書いてください。 メールアドレスは二人の話、#gmail.com です。この番組は、ポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方で聞いてください。YouTube はコメントとかチャンネル登録、グッドボタンお願いします。YouTube のチャンネル登録者数がね、あの福田村事件の,あの回ですごく伸びました。ありがとうございます。引き続きチャンネル登録よろしくお願いします。 ツイッターインスタグラムもありますのでアカウントフォローお願いします、えー、感想やご,ご意見はハッシュタグひらがなで二人の話とつけてぜひつぶえてくださいそしてこの本編と合わせて、えー、さらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋ってますこちらは女二人映画裏の話のノートにて音声配信中で一つ100円で購入していただくと聞くことができます 今週はダンサーインパリスネタバレありの,ネタバレありのさらに野放しなトークです。ぜひ聞いてみてください。ということでお知らせなんですけれども、えー、オープニングでも言いましたが三田村千春メジャーデビュー10周年記念のワンマンライブ2から始めるが迫ってきました10月15日日曜日が岐阜、えー、そして10月21日土曜日が東京下北沢アドリフトとなっています。 チケットは E プラスにて発売中ですバンドでやりますのでぜひ見に来てください。ということで来週も木曜夜8時に配信です。ぜひ聴いてください。ここまでのお相手は三田村千春でした。さよなら。